割増賃金。割増賃金とは、使用者が、労働者に時間外労働、残業、休日労働、深夜業を行わせた場合に支払わなければならない、賃金である。労働基準法、昭和22年4月7日法律第49号、第37条等を根拠とする。一般に時間外労働分については残業代や、時間外労働手当あるいは超過勤務手当など、 休日労働分については休日労働手当など、深夜労働分については深夜労働手当や夜勤手当などと言われる。使用者が第33条または第36条第1項の規定により、労働時間を延長し、または休日に労働させた場合においては、その時間またはその日の労働については、通常の労働時間または、 労働日の賃金の計算額の割5分以上5割以下の範囲内で、それぞれ政令で定める、率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない、第37条1項。この政令は、労働者の福祉、時間外または、休日の労働の動向その他の事情を考慮して、定めるものとされ、第37条2項。現在政令では、時間外労働は2割5分。 25%以上、休日労働は3割5分、35%以上としている、労働基準第37条第1項の時間外、及び休日の割増賃金に係かる率の最低限度を定める政令、平成12年6月7日政令第309号。なお、休日労働とされる日に時間外労働という考えはなく、休日労働が深夜に及ばない限り、 何時間労働しても休日労働としての割増賃金を支払えばよい。昭和22年11月21日期発366号。昭和33年2月13日期発90号。また、使用者が午後10時から午前5時まで厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域。 または期間については午後11時から午前6時までの間に労働させた場合において、通常の労働時間における賃金の計算額の2割5分以上、時間外労働が深夜に及ぶ場合は5割以上、休日労働が深夜に及ぶ場合は6割以上の、率で計算した割増賃金を支払わなければならない。第3条4項、施行規則、第20条。 平成22年4月施行改正法により、時間外労働が月間60時間長となった場合、時間外労働の割増率は5割、時間外労働が深夜に及ぶ場合は7割5分となる、第37条一項正し書き。なお、以下の事業主、中小事業主、事業上単位ではなく、企業単位への適用は当面猶予され、第138条。 施行3年後に改正後の施行状況を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じることとされ、不足第3条、中小事業種への適用は2023年、平成35年4月からの適用である。第33条、第36条に定める手続きを取らずに時間外、休日労働をさせたとしても、割増賃金の支払い義務は生じる。 昭和63年3月14日、起発1 5 5号、小島年始事件、再犯昭和35年7月14日、第37条は強行規定であるので、割増賃金を支払わない旨の労使合意は、無効である、昭和24年1月10日、奇襲68号。いわゆる管理監督者等の、第41条該当者については、時間外、 休日労働の割増賃金を支払う必要はないが、深夜業の割増賃金は支払わなければならない。労働協約、就業規則等により深夜の割増金を含めて、所定賃金が定められている場合を除く、昭和23年10月14日、起発1506号、ことぶき受験、再販平成21年12月28日。この場合、当該深夜業に対する、 割増賃金の計算の基礎は、当該職種の労働者について定められた、所定労働時間による昭和22年12月15日起発502号。派遣労働者については、派遣先の使用者に時間外労働をさせる権限があるかどうかにかか,かわらず、派遣先の使用者が、派遣労働者に法定時間外労働をさせた場合は、派遣元の使用者に、 割増賃金の支払い義務が生じる昭和61年6月6日、規発333号。が割増賃金の算定に用いる時間給となる施行規則第19条。こうして求めた時間給に時間数と所定の割増率を乗じて求めた額を支払わなければならない。割増賃金の基礎となる賃金には以下のものは参入しない。 第37条5項、思考規則、第21条。これらは労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われる賃金であり。これらをすべて割増賃金の基礎にするとすれば、家族数、通勤距離等個人的事情に基づく手当の違いによって、それぞれに割増賃金に差が出てくることになるためである。これらは限定列挙であって、 これに当てはまらない賃金は、労働に付帯するものとして全て計算の基礎に含まれる。例えば、危険な作業が時間外、休日に行われた場合における危険作業手当は、割増賃金の基礎となる賃金に参入しなければならない。昭和23年11月22日、揮発1681号。また、これらに該当するか否かは、名称にとらわれず実質で、 判断しなければならない。昭和22年9月13期発17号。年俸制において、毎月払い部分と、賞与部分とを合計して、あらかじめ年俸額が確定している場合の、賞与部分は、割増賃金の基礎となる賃金に参入しなければ、ならない。平成12年3月8日、期収75号。この場合、決定された、年俸額の十二分の一を月における、 所定労働時間数、月によって異なる場合には、1年間における1、か月平均所定労働時間数で除した金額を基礎額とした割増賃金の支払いを要る。使用者が労働者に対し割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するには、労働契約における賃金の定めにつき、それが、 通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分に判別することができるか否かを検討した上でそのような判別をすることができる場合に割増賃金として支払われた金額が通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として第37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討すべきであり 上記割増賃金として支払われた金額が、第37条等に定められた方法により、算定した割増賃金の額を回るときは、使用者がその差額を労働者に支払う義務を負う。高知県観光事件、再犯平成6年6月13日。通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外、及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別すことができないのであれば、 割増賃金を支払ったことにはならない、明確区分制。テックジャパン事件、再犯平成24年3月8日。もっとも、第37条は、道場等に定められた方法により算定された額を、下回らない額の割増賃金を支払うことを義務づけるにとどまり、使用者に対し、労働契約における割増賃金の定めを、第37条等を定められた。 算定方法と同一のものとし、これに基づいて割増賃金を支払うことを義務付けるものとは、返されない国際自動車事件、再犯平成29年2月28日。つまり、計算方法それ、事態については、結果として割増率以上になるのであれば、必ずしも、第37条等と同一のものにする義務はない。年俸制において割増賃金を、 あらかじめ基本給に含めて支給する方法においては、基本給湯の定めにつき、通常の労働時間の賃金にあたる賃金と、割増賃金とにあたる部分とを判別できるようにする。子が必要である、割増賃金にあたる部分の金額が、法所定の算定による金額を下回るときは、使用者はその差額を労働者に支払う必要がある。医療法人更新会受験。 再販平成29年7月7日。なお、時間帯ごとに時間給が異なる場合は、就業規則等に特段の定めがなければ、その超えた時間帯における時間給に対して割増しを行えばよい。例えば業務の半間により8時から17時、休憩1時間の時間給が1000円で、17時から22時は時間給800円である場合。 所定労働時間が8時から17時のものについては17時以降は原則として1日8時間超えの間外労働となり800円を25%割増した1000円を支払う必要がある。結果事実上の割増がない場合もある。時間外労働が月60時間超となったために5割以上の割増賃金を支払わなければならない労働者に対しては 労使協定の定めにより、当該労働者が代替休暇を取得したときは、その時間分の労働については、割増賃金を支払わなくてもよい。第37条3項。なお、割増賃金と代替休暇のどちらを選択するかは、労働者の判断により、使用者が代替休暇の取得を強制することはできない。代替休暇を取得した日、時間については、 通常の労働時間の賃金が支払われる。労使協定には、以下の事項を定めなくてはならない、施行規則第19条の2。なおこの労使協定は、行政官庁に届け出る必要はない。代替休暇を取得して、終日出勤しなかった日は、年次有給休,休暇の算定基礎となる、全労働日に含まないものとして取り扱うこととされる。 平成21年5月29日9発0 5 2 9零0 1 5厚生労働省の平成30年就労条件総合調査によれば平成30年1月1日現在時間外労働の割増賃金率を一律に定めている企業の割合は82.7%でありそのうち時間外労働の割増賃金率を25%とする 企業割合は93.0%、26%以上とする企業割合は6.1%となっている。26%以上とする企業割合を企業規模別に見ると企業規模が大きいほど26%以上とする企業割合が高い。なお、1ヶ月60時間長の時間外労働にかかる割増賃金率を定めている。 企業割合は30.1%となっていて、そのうち時間外労働の割増賃金率を25から49%とする。企業割合は40.3%、50%以上とする。企業割合は56.2%となっている。なお、平成28年の同調査では、月60時間長の時間外労働にかかる割増賃金率を定めている企業のうち、 割増賃金の支払いに変えて、代替休暇制度がある、企業割合は20.7%となっている。割増賃金は、賃金の一種であり、割増賃金を支払わなければならない労働者に、対して使用者は、割増賃金を必ず支払わなければならず、これに反して、割増賃金の支払いをしない使用者に対しては、 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる第119条。また、不払い分の割増賃金について本来、支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金を、労働者は使用者に対して請求することができる、商法第514条、民法第404条、第419条。 賃金支払い確保法第6条。不払いの残業手当の時効は2年なので、2年分を遡って請求できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。